またね、ありがとうね。来た。差し入れいただきました。皆さんこんにちは、さあやです。今日はね、美容デイじゃないですけど、お友達のところに行って久しぶりに会う子なんだけど、髪を染めてもらって切ってもらうのね。でその後ちょっと行きたいお店がいくつかあるので、曇りで残念な天気なんだけど、ちょっとみんなと一緒に楽しんでいけたらなと思って動画回していこうと思います。ちょっとそこから人が多くなりそうだから、この辺で。髪染めたのが1ヶ月前ぐらいで、髪切ったのはもう3ヶ月も前ぐらいかな。だから結構スタイリング難しくなってきちゃって。私が大好きな友達なんだけど、カラーもカットもすごい上手な子だから、一緒に考えながらちょっとイメチェンできたらなと思って。あと10分ぐらいで予約の時間だから、ちょっと早く着きすぎちゃったので、この辺をプラプラしてから向かいたいと思います。この辺も本当は結構短かったのに、だいぶ伸びちゃったから切ってもらってきます。またね。行くよとか言って待って待って、どうなってる。ちょっと切った。すごい、待って、いつだよって感じ、最後めっちゃ長いよね。長いのいいじゃない。本当、うん、ちょっと長すぎるかな、うん、長さはどうする。もったいないの。もったいない今は多分そんな感じだと思う。あのレイヤーは消えたんだ。もうなんか結構前の記憶で止まってるから、なんかこうシャシャシャって入ってんのかな、うん、これ可愛いけど、ちょっと切りすぎこれ切りすぎだったの。はるちゃんとは3年前ぐらいに、自分がパーマだった時にモデルでね、お願いして初めて会ったんだけど、その時私はまだ髪めっちゃ短かったし、はるちゃんもまだデビューしてなかったから、なんか感慨深い。この男の子は初めて会ったんだけど、めっちゃ面白くってずっと笑ってました。紫をちょっと入れたいって言って、こんな感じに。透明感のカラー得意な子だから、ちょっとお任せして暗くしてもらいました。夜も頑張ってね。またね、ありがとうね。バイバーイ。無事髪を切ってもらいました。色もさ、超理想の色にしてくれて、紫と、もともと赤っぽく入ってたからちょっとピンクっぽくて可愛い。長さもね、ちょっと切りました。5センチぐらいかな。でね、今からちょっと気になってたお花屋さんが歩いて10分ぐらいのところにあったので、そこにね向かってちょっとお花見ようかなと思って。今ちょっと雨降ってきちゃって、ザーザー降りになったら動画撮れないから、ちょっと急いで向かっていきたいと思います。あと、はい、あとこれ、せっかく
お願いします。ご自宅用ですか、はい、長さどうされますか。私これぐらいの、はい、壁にあれば、この無事行きたかったお花屋さんに行けて、お店の中もすごい雰囲気良くてすごい悩んだんだけど、2つねお花をお迎えしました。で今からお友達のところにね、その子が韓国旅行行っててお土産を頼んだので、その子の分のコーヒーも買ってから向かいたいと思います。私あんまりコーヒー屋さん知らないんだけど、この間その子と一緒に行ったところのコーヒー買って、オーツラテが好きなことだけは知ってるから、それを買ってその子に会いに行こうと思います。もう結構雨降ってきちゃって、まだ3時ぐらいなんだけど暗いみたい。ではちょっとまた10分ぐらい歩いて立っていきます。いい運動だ。行ってきます。うん、だよね、好きなの。私も買った、そう、ちょっと見えない見えない、可愛いです。どうぞ、お疲れ様です。ちょっと中身、バイオダンスのパックと、ありがとう。あと、このお願いされてた美味しかったの、これ、はい、ありがとう。こちらです、ありがとう、お待たせしました。ありがとうね。こちらこそだよ、ありがとう。なんで頼む。遠くから声が聞こえる。かわいい。絶対好き好き好き。買いなさい。合わせてみて。似合うね、そういう白。似合う。うん。おすべねをしちゃう。わかる。欲しいんだよね、今ジャケット。よいしょ、よいしょ、ただいま帰ってきました。あのあと友達とちょっとだけ喋って帰ってきたんだけど、お土産をね、というか私がお願いしてたものと、あと買ったお花をね、ちょっと紹介してこの動画終わろうかなと思って。ちなみに髪の毛の全貌はこんな感じでした。ちょっとね、ここにレイヤーを入れてもらって、今ちょっと巻かれてるから分かりづらいんだけど、
カラーはね、紫を入れてちょっと暗くして、透明感ある色が得意な子だからお願いしました。お土産も作ってもらった。そうで、このね、なんて読むんだろう、一家屋、このお店にずっと行ってみたくて、すごいお店の中の雰囲気も可愛かったし、可愛いお花たくさんあったんだけど、2つ選びました。じゃん、じゃん、かわいい。ちょっと開けてみるね。小さいブーケを、ブーケっていうの、小さい花束を売ってるお店なんだけど、じゃん、はい、一家屋、一家屋って呼ぶのかな。あー、かわいい。オレンジのガーベラと、なんか不思議な名前のこのピンクのお花、なんかこのね、ちょっと不思議な毛が生えたようなお花で、秋っぽい感じがあっていいなと思って買いました。本当は白いお花とかにしようと思ったんだけど、最近曇りばっかでちょっと元気を出したいから、オレンジのガーベラに変えました。かわいい、後ろに飾ろうと思います。かわいい。でね、韓国でお使い頼んだのはこれ、見たことある人いるかな、フェイス&ボディマッサージャーって書いてあるんだけど、これあの TWICE のミサモのタナがね、 What's in my bag で紹介してて、これなんかこの辺をねゴリゴリしたりできるらしいんだけど、サナのあのさ、顔のシュッとしてる感がすごい憧れて、これ真似してみようかなと思って、たまたまその子が韓国行くっていう時だったから急遽お願いして買ってきてもらいました。日本で買うとね、買えるんだけどすごい高かったから、高いって言っても1000いくらだけど、多分現地で買った方が安いのかなと思ってお願いしちゃいました。ありがとう友達あとね、このマスクおすすめだよって言ったら買ってきてくれました。1枚もらった、ありがとう。これはね、あの貼ったまま寝れるパックで面白いんだけど、ちょっと今日使って寝ようと思います。こんな感じで久しぶりに1日お出かけしたから、ちょっと疲れちゃったけど、髪色も変わって、結構ね、どれくらい切ったかな、どれくらいは切ったかな、自分的にはかなり印象が変わって嬉しい。ということで、久しぶりの Vlog だったんですけど、最後まで見てくださった方ありがとうございます。よかったらチャンネル登録とインスタのフォローもぜひぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、おやすみなさーい。